次回予告、相沢先生の抹消で敵の個性を封じ、さらにグラントリノたちの増援を受け、ヒーローたちは戦況を覆していく。しかし誰もまだ気づいてはいない。事態が一変していることに、悪の象徴が目覚めてしまったことに。次回、破滅のボルテージ、崩壊と破壊が街を包む。さらに向こうへ、プルスウルトラ。